スタテンアイランドトンネルはニューヨークで未完成に終わって放棄された地下鉄用のトンネルである。スタテンアイランドにあるスタテンアイランド鉄道の前身事業者とニューヨーク市地下鉄のブルックリンクにある BMT4 番外線をザナローズをくぐって新たに建設するトンネルで結ぶ計画であった。当初の計画では全長は1400フィートであった。 建設工事は1923年に開始され、ザナローズへ向かって150フィートまで掘り進んだところで、ニューヨーク市長でかつては計画を推進していたブルックリンマンハッタントランジットの社員だったこともある、ジョン・ハイランが1925年に計画を中止した。トンネルはブルックリンのベイリッジにあるオールズヘッドパークの下で眠っている。 1939年のインディペンデントサブウェイ、システム第二路線網など、何度かトンネルを完成させる提案が出たものの、一度も予算がついたことはない。ニューヨーク市議会議員のルイス・フィドラーは、トンネルの完成を提案しており、2007年には、ニューヨーク都市圏に0.33%の税を課して、建設費用に充てようと提案した。結局2010年10月に中止されたものの、 アクセストリージョンズコア計画に対して割り当てられていたのと同じ連邦資金を受けられる可能性のある多くのプロジェクトの一つにこのトンネルが挙げられていた。州上院議員のダイアン・サビのもトンネル建設の支持者であり、トンネルが建設されれば建設費用は30億ドルほどかかるが、スタテンアイランドの島民の生活を改善し、交通量を削減し、 この地区への投資の魅力を増大するだろうとしている。公式の名称は、ブルックリン・リッチモンド貨物旅客トンネルである。スタテンアイランドトンネルは他に4つの通称がある。1888年に、後に、ニュージャージー州とスタテンアイランド北西部をつなぐ、アーサー・キルハシを建設する、ボルチモアハイオハヨ鉄道が、スタテンアイランドとブルックリンを結ぶトンネルを、提案した。 1890年にスタテンアイランドの開発業者でスタテンアイランド鉄道の経営を行っていたエラスティス・ウィマンが B&O のザナローズをくぐってスタテンアイランドとブルックリンを結ぶ却下両用のトンネルを建設する計画を指示した。しかし資金的な問題からこの提案は計画の段階から前進できず実際の承認段階へと進むことはなかった。このトンネルは スタテンアイランドのフォートワズワースにあるバンダービルトアベニューから出てブルックリンのベイリッジまで1.25マイルの距離をザナローズの下35フィートの深さでつなぐことになっていた。トンネルは2本の並行するトンネルで構成することになっていた。ウィーマンはトンネルの建設費は500万ドルと見込み、さらに連絡する線路まで合わせると走行費は600万ドルであると見積もっていた。 ニューヨーク市地下鉄のデュアルコントラクトと関連して、1912年には、スタテンアイランドとニューヨーク市の他の地区を結ぶ地下鉄も提案された。当時、スタテンアイランドと他の4区の間には、車両も鉄道も連絡されておらず、フェリーによってのみつながっていた。市は、この計画に資金を出さなかったものの、トンネルができれば、 当時まばらにしか人の住んでいなかった区で、ブルックリン区やブロンクス区に見られるように人口の急増と開発を期待できるとされた。デュアルコントラクトでは3本の経路が提案されており、2本はブルックリンへ、1本はマンハッタンへとつながり、スタテンアイランド鉄道の都市鉄道が既存の地下鉄へとつながることになっていた。マンハッタンへの提案ルートはしばしば直行ルートと呼ばれ、 現在のブルックリンイコールバッテリートンネルの近くのバッテリーパーク下でインターボローラピットトランジットの地下鉄路線へとつなぐことになっていた直行ルート A という提案ではニューヨーク港の元を5区間に分けたトンネルで通過することになっており一方直行ルート B という提案ではニュージャージー州の東海岸を一部高架路線で通ることになっていたどちらのルートでも エリストーやガバナーズ島など、いくつかの場所への接続が必要であり、ほぼ5マイルにわたって、途中停車なしで走ることになっていた。このために、トンネル建設費用の高さに加えて、スタテンアイランドの人口が比較的少ないことから、マンハッタンルートは非現実的であると判断された。ニューヨーク市は1950年代に、再度全長5マイルのバッテリーパークへのトンネルを、 提案したものの、資金がなく断念された。ブルックリンへのルートは、マンハッタンルートより距離が短く、二つの計画、どちらでもデュアルコントラクトによって1914年に建設されたブルックリンマンハッタントランジットの BMT4 番外線へと接続することになっていた。一本目の計画は、ブルックリン区、ベイリッジの65丁目と67丁目の間、59丁目駅の すぐ南から出発し、スタテンアイランドのトンプキンスビル駅近くのアリエッタ通りへと結ぶ。この計画は、デュアルコントラクトでは、ルートナンバー51と呼ばれており、北へ向かって、セントジョージターミナルを経て、ノースショア支線に沿って、アーリントンへ向かう連絡と、南へ向かって、本線をトッテンビルへ向かうかあるいはサウスビーチ支線に沿って、ベントワースアベニュー駅へと向かう連絡を、 建設することになっていた。この提案は1912年に1200万ドルが必要であると見積もられ、そのうち半分は鉄道会社が負担するものとされていた。この1912年の計画には、水道、ガス、電気局が設置する40インチの水道本館2本が含まれていた。この本館はニューヨーク市の他の地区から、 スタテンアイランドに水を供給する意図のものであった。二本目は四番街線南端のフォートハミルトンから出発するものである。1890年の提案に類似し、現在のベライコールなローズブリッジに近いルートをたどる。フォートハミルトン経由のルートは二本のうちでは、距離が短いがより深くを通らなければならない。提案の一環として、四番街線を 当時の終点の86丁目駅から一時的なフェリーターミナルである95丁目まで延長するというものも含まれていた。北側のトンネルルートが選ばれることを予期して59丁目駅の南で4番外線観光線から分岐してトンネル方面へ向かう線路が一部建設された。もう一箇所のトンネル入り口がスタテンアイランド鉄道のセントジョージターミナルと トンプキンスビル駅の間に作られ、ノースショア支線へのデルタ線が建設できるようにされた。南側のトンネルルートへの準備としては、59丁目より、南の4番外線は4番外の西側に建設され、将来的にスタテンアイランドとの間の急行運転ができるように、東側に追加の線路が付設できるようにされていた。ベイリッチを起点とする案が最終的に選択され、 ブルックリンでは65丁目とショアロードを通り、スタテンアイランドではセントジョージターミナルへとつながることになった。日本のトンネルは全長1400フィートで、当時アメリカ合衆国のいかなるトンネルよりも長かった。ベイリジ付近ではトンネルはシールド工法で建設され、残りの区間はチンマイ工法が計画されていた。最終計画では、 各トンネルは幅24フィートで設計され、旅客輸送だけでなく貨物輸送にも対応することになった。貨物列車はロングアイランド鉄道のベイリッチ支線から来て、スタテンアイランド鉄道とニュージャージー州の鉄道を結ぶ連絡線へと抜けることになっていた。代替案としては、二本のトンネルを二組作り、一組をロングアイランド鉄道からの通勤列車と貨物列車に使い、 もう一組を地下鉄に当てるものや、二本のトンネルで各トンネルに貨物用と地下鉄用の線路を備えるものもあった。貨物列車はオフピーク時にのみ運行するものとされたが、地下鉄の運行と同時であるとされ、この時間帯には30分か1時間間隔で旅客列車を走らせるとされた。1912年の提案では、貨物列車の運行は夜中1時から5時までとされ、 1925年の提案では、貨物と旅客の同時運行は、早朝、日中、深夜とされた。トンネル気候時点で、ジャマイカ湾やパンアデガット湾は工業地区になるものとされており、トンネルを通過する貨物列車が工業化を容易にするとされた。トンネル計画は1919 19年に見直された。1921年4月に2年以内に、 幅24フィートのトンネルの建設を開始するようしに求める法案が州の上院を通過した。ジョン・ハイラン市長は1922年5月に貨物旅客トンネルの新しい計画を打ち出し、予算委員会はこの計画に当初408万ドルを割り当てることを推奨した。交通委員会と公安当局はそれぞれ自身の計画があったためこの計画を拒否した。 この計画は当初案より縮小されたものであった。当初計画ではオールズヘッドパークからザナローズをくぐってスタテンアイランドへのトンネルを作り、そこからスタテンアイランド中央に新たに建設する貨物ヤードへつながり、そこから幹線がアーサー・キルを渡ってニュージャージー州へ行き、パターソンを経てウェストショア鉄道へつながる。新しい改定案では、 ザナローズのトンネルとアーリントンヤードへ通じる3マイルの支線だけになっていた。新しい計画では、貨物列車はなお夜間にトンネルを運行することになっていた。トンネルからの支線は、ブルックリンではロングアイランド鉄道の貨物線に、スタテンアイランドでは B&O の貨物側線に、そして市が新たにスタテンアイランドに建設する不団へをすべて建設することになっていた。 このプロジェクトは600万ドルかかると見込まれ、もし工事が早く進めば、1929年には完成するとされていた。この路線は、スタテンアイランドやジャマイカ湾の海岸付近の開発を促進すると見込んでいた。地下鉄の4番外線との接続も準備されることになっていたが、交通委員会は、この計画に関与することを拒否していた。この計画は、 B&O を利するものであったため、ペンシルバニア鉄道は反対し、同社は公安当局と協力して、ブルックリンからニュージャージー州グリーンビルまでのトンネルにスタテンアイランドへの支線を付け加えたものを提案した。公安当局の計画がニュージャージー州とニューヨーク州の衆議会で承認されたことから状況は複雑なものとなった。これに加えて交通委員会は、 ニューヨーク市地下鉄の一部として運行できる4番街線から分岐する独自の地下鉄トンネルを提案していた。ニューヨーク市長ジョンハイランによって、起工式がベイリッチにおいて1923年4月14日に、そしてスタテンアイランドで7月19日に実施された。先進シルベ港が掘削され、ブルックリンの68丁目とショアロードの位置に、ショアロード縦港が、 スタテンアイランドのセントジョージターミナルにサウスストリート建港が建設され合計100万ドルを費やした。1924年3月4日トンネルの軽損が一気埋設された。さらにトンネルへ向けての準備としてスタテンアイランド鉄道は BMT の企画に沿った ME-1 電車を100両購入し旅客船3両線を電化した。トンネルの完成が迫り、 スタテンアイランドの不動産への関心に火がついた。しかし1925年に契約業者からの入札をしが受ける年であったが、この計画は中止され、技術スタッフは解雇された。公式には資金不足により計画が遅れているとされたが、しかしハイランドニューヨーク市交通委員会議長のジョン・ゲラニーはトンネルを通過する貨物列車の運行を確実にしたいとしていた。 トンネルを客家療養に使うという状況は、ハイラン、デラニー、そしてトンネルでの旅客営業に重点を置く、ニューヨーク交通委員会の間に緊張と膠着をもたらした。ニューヨーク州知事アルスミスが実施した調査の後、知事がニコリ・ホフスタットターボを署名して施行したことで、計画から貨物輸送は外されたが、これは契約業者の関心を失わせることになった。 トンネルが地下鉄専用となったことを受けて、かつて BMT 社員であったが、BMT と IRT への反対者であったハイラン市長は、市営地下鉄2社を妨害し、市が運営するインディペンデントサブウェイシステムの計画を促進する活動の一環として、プロジェクトを中止したのだとされている。スミス知事もペンシルバニア鉄道に経済的利害を有しており、B&O がさらに、 ニューヨーク市への運行を拡大してくることを防ぐために、この計画を中断させようとしたのだとされている。どちらも民主党のタマニーホールの一員だった、ハイランド・スミスの政治的ライバル関係も、中断の理由だとされる。にもかかわらず1925年10月2日には、スタテン・アイランドの準備のために建設されていた95丁目駅が開業した。95丁目駅は、 100丁目あるいは101丁目までの計画されていた延長工事あるいはフォートハミルトン湾のトンネルに通じる線路を作れるように南端が仮の壁となっていた。1939年の IND 第2路線網の計画スタテガイランドトンネルは IND カルバー線へつなぐことになっている工事が中断した時点でトンネルは ザナローズへ向けて150フィート掘られただけであったが、トンネルを完成させる提案が何度かなされている。トンネルとショアロード縦港は現在、ベイリッジのオールズヘッドパークで使われずに放置されている。スタテンアイランド側のサウスストリート縦港は、1946年に第二次世界大戦後のセントジョージターミナル改築工事の際に埋め立てられた。 1929年からの IND 第二路線網の提案では、スタテンアイランドのフォートワズワースからフォートハミルトンへの南側のトンネルルートの費用は7500万ドルで、あると見積もられた。ただし、トンネルは公式には、地下鉄計画案の一部ではなく、計画の地図上は自動車用のトンネルとして描かれている。提案の多くは、野心的な大拡張計画の一環であり、 トンネルは、現在の IND、カルバー線にあたる IND サウスブルックリン線につなぐことになっていた。1931年に改定された提案では、スタテンアイランドから来たトンネルは北へ向かって、レッドフックとコアーナスを通り、現在のスミスストリート9丁目駅において、IND 路線網につながることになった。1933年のさらなる改定案では、 セントジョージとベイリッジの67丁目の間を走る、当初の経路で4500万ドルかかると見積もった。この路線はそこから2番街を北に、ブルックリンの西海岸のベイリッジフラッツを通り、ハミルトンアベニューの近くのスミスストリートマイナス9、丁明駅と4番街駅の間で、カルバー線へ合流することになっていた。ハイランの時に作った、トンネル建港を使う提案がされていた。 この延長工事のために4700万ドルの融資を受ける提案が1937年にニューヨーク市予算委員会の承認を受けた。サウスブルックリン線の完成後、1939年に再度見直された IND 外に路線網では当初のベイリッジ経由計画を維持し、また IND カルバー線からフォートハミルトンパークへ10番街を 通って、トンネルに至る路線を延長することになっていた。INT 路線網との接続は、フォートハミルトンパークウェイ駅の近くか、チャーチアベニュー駅の近くで行うことになっていた。このチャーチアベニュー駅接続では、現在 GK 等の列車の折り返しに使われている駅、すぐ南側の仮想界にあるヤードを役立てることになっていた。しかし進行中の世界恐慌と、 その後の第二次世界大戦により、こうした計画のどれにも予算がつくことはなかった。1945年に交通委員会が1946年に向けた予算案の一環として、ニューブライトンとブルックリンの BMT4 番外線を結ぶトンネルが市の計画委員会に提出され、この時は費用は5061万ドルとされた。 1945年後半には、リッチモンド軍の交通需要に関するフィオレロ・ラガーディア、市長の特別委員会の報告によれば、マンハッタンとスタテンアイランドを結ぶトンネルは、考えられない、ブルックリンとスタテンアイランドを結ぶトンネルは、現在は、実現不可能だが、10年待つべきであるとされた。この委員会の委員長で、 大量輸送交通機関に反対していることで知られたロバート・モーゼスはスタテンアイランドとブルックリンやマンハッタンを結ぶ交通の改善の最前案はセント・ジョージターミナルを改良してスタテンアイランドとマンハッタンを結ぶフェリーをさらに頻発し改良することブルックリンの39丁目とスタテンアイランドを結ぶフェリーの24時間運行を再開することそして39丁目において ゴアーナス高架橋へ登る階段を建設することであるとした。さらにその後、ベライコールなローズブリッジが1959年から1964年にかけて建設される際には鉄道をも通すことが提案された。橋は計画されていたトンネルと同じ位置にあることから95丁目駅はこの当時世界最長の吊り橋への接続を計画していた。しかし、モーゼスが ニューヨークの公共交通網拡張に反対していたことから、橋に線路のスペースは設けられなかった。より近年のトンネル完成提案としては、ニューヨーク市議会議員のルイス・フィドラーが提案しており、ニューヨーク都市圏に1%の税金を課して、そのうちの3分の1をトンネル建設に当てようと2007年に提案した。 アクセス・トリー・ジョンズ・コア計画のトンネルは2010年10月にニュージャージー収集知事のクリス・クリスティによって中止されたもののこのトンネルに割り当てられていた連邦政府の30億ドルに上る資金をめぐっては他にもいくつかのプロジェクトが競合しておりスタテンアイランドトンネルもその一つであったブルックリンやスタテンアイランドの一部を選挙区に含む州上院議員のダイアン・サビノもまた または、スタテン島のビクトリーブールバードからブルックリンへ出て67丁目に、沿い、RK 島の列車で4番街に沿って走る、旅客と貨物輸送のためのトンネルという1912年の計画を完成させるべきであると述べて、計画を指示した。この計画飲み込まれている費用は30億ドルであり、ハドソン川をくぐってニュージャージー州へ伸ばす提案がされている。 ニューヨーク市地下鉄7系統延伸と同じ費用であるとしている。計画支持者たちは鉄道トンネルができればスタテンアイランド住民の生活の質を改善し交通量を減らしこの地域への投資をより魅力的にすると述べている。近くではクロスハーバー鉄道トンネルがニュージャージー州北東部とロングアイランドを結んで計画されておりその高校はブルックリンとニュージャージー州 ジャージーシティに置かれることになっている。トンネルは長距離旅客及び通勤旅客の輸送量が増大して、ほぼ線路容量の限界に達した結果、貨物輸送を妨げていることから計画されたものである。1920年代にはザナローズではなくニューヨーク港全体を横断するこのトンネルが計画されていた。この計画されているプロジェクトは、 建設に110億ドルかかると見込まれているが、その前段階として、ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社は2014年11月に、環境影響評価書の第一大会準備書を編集した。かつてのペンシルバニア鉄道も、ブルックリンとスタテンアイランドを結ぶ、主に貨物鉄道用のトンネルを1893年に計画していた。ペンシルバニア鉄道はまた、ブルックリンから、 ジャージーシティに至る10年以上後にクロスハーバー鉄道トンネルとして計画されることになる経路をおおむねなぞるトンネルをも提案していた。1920年代から1940年代にかけて政府の計画立案者はこのプロジェクトを実現しようと努力していたものの結局着手されることはなかった。1935年1月にニューヨーク市長のフィオレロラ・ラガーディアは ワンオーダン貨物トンネルの検討の概要と呼ばれる報告書を作成するニューヨークニュージャージー港湾公社を助けるように応じた。この報告ではニュージャージーからスタテンアイランドを経由する貨物トンネルについて4つのルートを詳細に検討していた。しかし唯一可能であると思われる案はブルックリンのベイリッチ支線の末端からニュージャージー州グリーンビルにある グリーンビルヤードへ結ぶもので、スタテンアイランド経由、またはニューヨーク港横断のどちらも可能性があるとされた。スタテンアイランド経由のトンネルは3500万ドルかかると見込まれ、さらに2800万ドルを追加すれば旅客船としても使用し得るとしたが、その他の費用の関係でニューヨーク港横断直行経路の方が安いとされた。1978年に パーソンズ・ブリンカーホフ・クエードダグラスが、ブルックリンからニュージャージーへのトンネルについて、スタテンアイランド経営も含めて4つのオプションを検討した。そのうちの一つには、グリーンビルヤードからベイリッチ支線まで直行するものや、またニュージャージーからマンハッタンへの連絡もあった。検討されたのは、電気鉄道専用の1本のみのトンネルであった。 グリーンビルブルックリン間のトンネルは約3億3100万ドルかかるとされ、スタテンアイランドからブルックリンへのトンネルに約4億500万ドルかかることに比べて安価であるとされた。1912年にウッドハーモンカンパニーが米4からスタテンアイランドへの新たな地下鉄を計画した。この計画はブールバード地下鉄と呼ばれた。 宣伝において会社は、現在から5年か10年の後、スタテンアイランドに地下鉄が建設された際には、会社の株を買わない疑り深いニューヨーカーたちは、先見の民のなさに涙を拭うことであろうと述べていた。この計画は、ジャージー式市長、フランク・ヘーグとニューヨーク市長、ジミー・ウォーカーのスタッフが1929年に会談を行った際に再度持ち出された。 この計画での地下鉄路線は、スタテンアイランド鉄道のノースショア支線に沿って走り、ニュージャージー州では、ジョンカイケネディブルバードを通って、ハドソンマンハッタン鉄道に、エクスチェンジプレイス駅で接続するものであった。列車は、ハドソンマンハッタン鉄道のダウンタウンハドソンチューブを通って、ハドソンターミナルへ行くことで、ローアーマンハッタンへの直通を行うことになっていた。 フォートリーのジョージ・ワシントン・ブリッジへ路線を伸ばす構想もあった。スタテンアイランドからブルックリンへの地下鉄トンネルを建設する計画が中止された後の1929年に技術者たちがスタテンアイランドのフォート・アズワースからブルックリンの97丁目へ自動車用のトンネルを提案した。これはマンハッタン、ブルックリン、クイーンズを結ぶ 予定のトライボロートンネルと共に計画されたものであった。ニューヨーク市は1929年7月にこれらのトンネルに対して500万ドルの予算を割り当てた。自動車用トンネルの掘削工事は1930年11月に開始されたが資金不足のために1932年1月になって建設は無期限延期となった。建設工事は ブルックリン側の海岸線の調査より先へは進んでいなかった。1936年にラガーディア市長がザナローズを横断する橋に関する議会請願に承認を与えたことでザナローズの自動車トンネル計画は再び持ち出された。ラガーディアは橋よりトンネルを好ましいとしたため翌年彼はニューヨーク市トンネル局にそうしたトンネルの 実現可能性の調査を行うように指示した。1943年にニューヨーク市予算委員会はトンネルの実現可能性調査に5万ドルを割り当てた。1945年に第二次世界大戦が終わった後、ニューヨーク市計画委員会はザナローズのトンネルの建設には7350万ドルかかると推計した。しかしこの時点でラガーディアは トンネル反対に態度を変えており、トンネル建設の時期ではないと述べた。これにより、ロバート・モーゼスは、ベライコールなローズブリッジの建設提案に踏み切ることになり、自動車のみを通す形で1964年に開通した。ありがとうございます。